場所です。野宿決定、違う場所です。こんばんは。ツアーありがとうございました。明日も早起きなので15分しかしません。話がどんなに盛り上がったとしても15分しかしません。青木地さん、正弘さん、セリアさん、ブーン、ヒロシさん、大悟さん、ゼータンさん、ゆーちゃん、正弘さん、MJ さん、吉田健一さん、ありがとうございます。ツアーありがとうございました。こんばんは。来てくれた人もありがとうございました。あら、スケッさん、くす玉タワーありがとう。全公演見に来てくれてありがとう。またちょっとタワーのお礼は別日にさせてください。とりあえずスクショだけしてください。ありがとう。めちゃきのこさん、タワーさん、ありがとうございます。そうやん、さらまだジャケ写の話してない、ジャケ写じゃない、アーシャの話してない。そうですよ、 MV は白く映ってなくてよかったねって。この野郎ごめんごめん、煽りオタク、煽りオタクがいる。そう、そうなんですよ。もう今回に関してはもう全然、なんか普段は公式の無理だ、待って、公式のあのポストとかに対してまあなんか批判的なコメントを自分のファンがしとったら嫌なんやけど、今回に関してはもう全然、もうそりゃ言うでしょって。思って、いやまあね、私が選ぶわけないし、選ぶ権利あるわけないし、選ぶとしたらあれ選ばんし、普通に考えて個人アーシャだとしたら、個人アーシャで自分の顔が見えてないのは普通にアーシャとして意味がわからんし、一人なんか全体的なイメージならわかるけど、一人だけあれになるのも意味わからんかったし、すべてに対してちゃんと私は話しましたし、ちゃんとスタッフさんとにめちゃめちゃ戦いましたし、本当に。すごく
すごく戦ったんですけど、まあ無理でしたねっていう。お、見てこのテレビの光のせいで変えてくれるかもね。やってくれないと思いますよ。私は相当掛け合いましたから、めちゃめちゃ戦ったから。でもあの画像を使って何かを販売することは絶対にしないでっていう約束はもう絶対にまだあれが出ることはもう仕方ないとして、あれで何か販売するのは絶対にしないでくださいっていうのは、そこはもう約束してもらったので、あれを使って何かを販売するっていうのはないと思います。てかあったら、それはもうそれは約束してもらったというか、もうそういう約束は、それはもう絶対してもらったので、さすがにあれを買ってもらいたくない、みんなに。何かあったとしても失礼。昨日初知りだったんで。そうですよ。そうですよ、そうですよ、本当に。絶対にもっといいなって。私は Vlog 用に動画撮ってたから、もっといっぱいいい写真あったでしょと思うんですよ。しかもジャケ写の日の写真、あの Vlog 動画もいずれ載せるんで、みんなもえって多分なると思うけど、選考理由聞いてみたいね。聞いたけどよくわからなかったし、ないんだと思うよ別に。ねえ、激しいよ、いちいち。激しくもなるでしょ。は？誰が言ってんだ。誰が言ってるんだ。前も他のメンバーで似たことあって、そうだよ、それも言ったんだけど、言ってく、もうダメでした。バカ！いけないのバカ！白恐怖症です。もう白嫌いになろうか。どんどん黒い服ばっか着て。白嫌いになるか。もう白嫌いになっちゃうからな。泣いたって、いや本当もう泣きそうだった。もう夜公演前に泣きそうになった。はあ。はあ。え、めっちゃ戦ったよね、サラでも。うん、楽屋に帰ってきませんでした休憩時間も。え、そうだよ、本当に、はあ、頑張って戦ったんだから、私は。だから今回に関しては引用リツイートとかね、みんなが言っててもそうだよねとしか思わないです。そりゃそうです。まあ価値観が違うってことで捉えるしかないですね。考えれば考えるほど逆に悔しくなるんで、もう考えません。糸ちゃん、マグさん、奥行きさん、まさひろさん、ありがとうございます。方向性の違い方向性の違いかもしれない。センスの違い。
MV も公開されたので見てください。MV は白くないです色あります。どんなに言ってもあんまり言っても逆にこっちが悪い人になっちゃうだけなんで。ただ一言、悲しいですね、池田あんなに前日我慢したのに ね空腹に耐えて頑張ったのにね。そうなんですよセンスの違いです。それな、マジそれな、本当にそれな。あんなんならもうどんなにブスでも変わらんっつうの。おっと、おっとっと。そう、ただ一つあれを売らないという約束だけはしていただいたので、あれを売られた時はもうそんな、もうさすがに、さすがにです。でもさ、最近というか前ぐらいから気づいたのは、私が「ん?」ってなるとかもう起こる原因は理由がないこと、理由がないことにぬってなる。理由がないことがぬです。ぬぬぬです。いろいろ戦ったけど無理だったの無理だったね、もう無理だったの。理由はあるんでしょ、納得できないだけでって。あ、どういうこと。まっとうな理由言われてたらこっちだって納得してるよ。出る前に言ったんだよ。でももう出るものは出るんだよ。ちゅう話なの。ねえ、何してるんですか。すいません。もう今回は一言につきます。悲しいね池田ちゃん。悲しいね池田ちゃん。せやな、ゆらも悲しかった違う話でね。悲しいことがあったらしいです。悲しいことがあったら嬉しいことがあるけど大丈夫。今んとこないんやけど悲しいことしかないんやけど。
悲しいことしかないんですけど、どうしたらいいこと。だって世の中に一生残るんだよ、私は。ジュラも。いや別に池田は戦えば消えるじゃん。いやまあ出たものは消えないか。うん。違う、サラは別に出たものを消してほしいわけではない。消してほしいんじゃなくて、いいものをちゃんと出してほしいだけなんですよ。うん。うん、私も Vlog も Vlog 出したら分かっちゃうんだからね。いっぱい撮った、池田が撮ってた場所でも撮ったし、他のメンバーが撮ってた場所でも撮ったし。そうか、ここで撮ったのか。そうだよ、いっぱい撮ったんだから証拠はあるんだぞ。証拠は揃ってるんだからな。そう、前もあったよね、パネル問題。でもそれはちゃんと言ったから、その時の話も私したから、それで出て変わるぐらいだったら今出す前に変えてほしいっていう話もしたから。でも変わらなかったからもう仕方がないの。前もあったよ、サラじゃないけどね。あ、うん、でそんな出てそうなるんだったら出る前に変えてくれませんかって言ったの、うん、でも変わらなかったの。違う、みんなが別にこの感じのテイストならいいよ、サラだって。カメラマンさんに文句を言っているわけでもないし、他のメンバーがどうこうって話ではないんですよ。悪いように他と違うの差をつけられたことがなんでってなってるんですよ。ただそれだけです。そんな白好きじゃないし、そこまで白好きじゃないし、白好きとは言ったけどね、そんな白好きじゃないし、ベレー帽まで白にせんでいいし。ベレー水色のツイードだし、あれ、え、白くなっとった？うん、真っ白。何つけとんかもはやわからんみたいな。左の頬を逆に削れとったかもしれん、ある意味。まあセンスの違い、感性の違いですね。感性の違い、方向性の違いポイント1 方向性の違うポイント1たまりました。自分で ST のご意見ボックスに送ろうか。あのオンライン話し会のさ、うん、なんか相談室に自分で行こうかな。で今何分？51分。15分で終わるっつったのに。喋、りたいことが多すぎた。まあ一言につきます、悲しいです。悲しいです。サラピの目にも涙。サラピの目にも涙ですね。ああ、もう白嫌いになりそう。今日地雷だったもんね、白が。うん、白って言ったらね、そう、ダメだった、ね、白すぎるって。今日会場に着いた瞬間池田が言ってきました、今日の会場白いねって。言ってきました。しかも楽屋で流れとるステージ上のモニターの映像が、今日の照明が強すぎてみんなが白飛びして、楽屋の映像で見たら誰が誰だか分からんくて、
着替えとる時に、うん、もう誰が誰だか分からんやんってサラはそのことを忘れて言ったらシミサラとか池田おったよね。え、いや、おらんかった。嘘、シミサラとかサヤカリンとかその辺がおってなんか、え、白飛び白飛びとか言ってきて、そう、やめてよやめてよって、でけんもうサラがそうやって言われたんやん、サヤカリン、シミサラとかサヤカリンね。え、本当に照明が強すぎてなんかもう誰が映っとるか分からなかったよ、誰が踊っとる映像なのかが分からんかったよね、うん、楽屋から見とったら、着替えの部屋から見とったら、うん、で、白飛びしてるね、白飛びして誰分かんないねとか言ったけん、池江サロが、あーもう白飛びしすぎて誰が誰だか分かんないよそれやばい、うん、もう白飛び、もう白飛び恐怖症、白飛び抜き、うん、白飛び抜き、いやでも黒着た方が本来白飛びするんやけどね。確かに、もう今日白飛びしたくないけん見て、家の帰ってきて家の電気すらつけれんくなってしまったもう家の電気すらつけれてない、はあ。今度からサラピフラッシュ勢になるんじゃない、うん、もうなんかもう怖いかもしれん、うん、確認するわもう毎回、はあ。でも撮ってもさ見れんけさ、そうなよね、そうなよね、見れんもんね、出るまで分からんのよ。でもさそれってさ著作権っていうかさ肖像権みたいなのってこっちにないんかな本来、だって自分じゃん、いくら事務所に入ってるとはいえさ自分じゃん。まあってな感じでランキング見たいと思います。明日は朝早いので寝ましょう。13位しまちさん、12位としおさん、11位こうとさん、10位めちきのこさん、9位ゆうちゃん、8位びよしさん、7位まさひろさん、6位たーさん、5位バーバブさん、4位マグさん、3位セリアさん、2位赤色サンタさん、1位スケさん、ありがとうございました、ありがとう。ということで終わりたいと思います。オフショットは可愛いやつを載せるので待っててください。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました、バイバーイ。みんなが問い合わせしてくださいバイバイ。ご意見ボックスに行ってください、お願いします。バイバイ。引用リツイートじゃ届かないからきっと。バイバイ。